今日の結論、アリが行列を作る仕組みはですね、仕組みは個体の行動と集団としての結果として説明できます。個体の行動は2つのフェーズがあります。1つは餌の探索をするフェーズで、そしてもう1つのフェーズが帰巣をする、巣に帰るフェーズ。その2つのパターン、行動パターンをアリは行ったり来たりしています。で、どの瞬間にそれを切り替えるかって言ったら、餌を見つけて満腹になった瞬間に巣に帰り始めます。あるいはお腹が空いてこれ以上歩いたら死んじゃうって、まあもちろん巣に戻るまでの燃料は持った状態でね、あの高速道路でガソリン、あとこんぐらいだけど次のパーキングエリアどこだみたいな、パーキングエリア行ったけどガソリンスタンドなかったみたいな、そういう感覚よね。そういう時に巣に帰るモードに切り替わります。で、アリがやっていること、常時やっていることは、お腹がどれぐらい満腹かっていうのに比例した濃度のフェロモンを、道しるべフェロモンを分泌しています。お腹がいっぱいの時はたくさんの道しるべフェロモンを地面になすりつけながら歩いている。探索時は道しるべフェロモンに基本的に沿って歩いていきます。で、それがなくなった時にランダムウォークします。で、フェロモンに沿って歩いている時に帰巣時の巣に帰ってきている仲間とすれ違ったりするんだよね。で、その時に口移しで情報交換をします。その時に仲間が満腹だった時は引き続きフェロモンに従って歩いていく。逆に仲間が満腹じゃなかった時、空腹だった時は、ああその先にはもうないんだな、餌はもう食べ尽くしちゃったんだなって判断してランダムウォークに切り替わります。一方、巣に帰っていっている個体の行動はね、フェロモンをたどって帰っていきます。で、フェロモンがなくなったら、あの例えばね、途中で猫とかがさ、猫がうんちしてシャシャシャって砂をさ蹴ってフェロモンが吹き飛ばされちゃって途切れた時に、フェロモンがなくなったら太陽の方角から巣の方向を判断して帰っていきます。これがアリの個体の行動。こうやって書き出すとすごい単純な行動をしています。で、このアリが100匹も200匹もこの同じルールで自由に動いた時に、集団的な結果としては何が得られるかというと、巣から餌までの最善経路が常に行列としてね、アリの行列として維持される。うん。で、なんでそうなるかというと、道しるべフェロモンは揮発性だから、時間とともに蒸発して失われて薄まっていくんです。でも、この巣と餌の間の行き来するアリの頻度、アリの数かける満腹度だよね。アリの数かける満腹度が高い経路っていうのは、常にフェロモンが上書きされていって、さらに足されていっているから、そのこの頻度が高い経路、すなわち最善経路、最善経路が浮き出てくる。面白いのが、巣から餌までの経路で近道を見つけた時にその近道を通るってことは、それだけ早く行き来できるから、蒸発に対して上書きのスピードが上がるんだよね。だから近道を見つけた時はそっちの方がだんだんとフェロモンの濃度が優位に上がって、優位になっていって、そっちが最善経路になるということですね。これがアリの行列ができる仕組み。それと、今日いろいろ調べて、ああ面白いなと思ったやつをバババーっと書いておしまいにしようかしら。今日面白いなと思ったのは、まずフェロモン
まず最初はこの道しるべフェロモンしか CI 将棋のには実装しないけど、その先にさらにあるのよね。警報フェロモンと集合フェロモンっていうのがあります。で、これは地面になすりつけるんじゃなくて空気中に離散、空気中に撒き散らして、で、周囲のアリに匂いで感知させます。だからこれで何をするかって言ったら、将棋指してって検討していって、その先にダメだ、この局面もう終わってた、これ決着ついてるとか、そういうのを見つけた時に個体が他の人たちに通知することができるんだよね、っていう機能が発展的になんか考えられるのではないでしょうか。五反田 N、 警報フェロモンと集合フェロモン派初めて知った。そうの？そうよね。いろんなフェロモンがあるんだよね。で、集合フェロモンは逆に検討を進めていったときに、例えば生産した後とか、すごく局面が薄くなった、駒の濃度が薄くなったときに手が広いときあるじゃない？そのときに集合フェロモン出すこともできる。あるいは、これ絶対よくできるけど具体的な手がわからないっていう時とか、そういう時に集合フェロモンを出して周りの人を集めて一緒に検討してっていうこともできるとかね。うん。で、あとすれ違った時の栄養交換だよね。これも入れていきたいんだけど、検討している人たちが同じ局面近く検討している人はこうすれ違う時があるんだよね。すれ違った時にだからその個体が考えてる形勢があるよね。今思ってる、それをまず交換したいよね。満腹度ってそういうことかな。で、それで他にも情報交換したら面白いんじゃないっていうのは、この妖精識別フェロモンとかいうのもあって、まあ妖精、これ使い方が多分違うけど、 CI 将棋に落とし込んだ時にすれ違った人のレート、個体としての将棋の強さがわかるみたいな、うん、とかね。まあもう一つあるわよね。本当にこれをゴリゴリに、もうこれを直接的にシステムに入れたかったら、個体の強さを直接的に入れたかったら、その人のレートでフェロモンの濃度、その人が出せるフェロモンの濃度をかけちゃえばいいんだけど、でもそれってちょっと違うよねってやっぱり思うから、こういう局所的なね、うん、もうまとめやってるわよ。局所的な情報交換として、その個人個人の強さをシステムに反映するっていうのも面白いかもね。そして次が死体認識フェロモン。まあ検討してって死ぬ時ってどういう時かな、わかんないんだけど、死ぬ時ね、死んだ時、最初の地点に戻る時に一手間かけるかどうかっていうのをなんかね考えたいかな。あ、死ぬ時ってもしかしたらそういうことか。死ぬ時って検討してた局面が、集団的知性システムによって一手進んだ時に、自分が検討してた、うん、お腹いっぱいになってね、N ちゃん、バイバイ。で、自分が検討していた分岐が過去のものになっちゃった瞬間に全員死ぬのかな、そこで。そういうことかな。わかりやすいよね、それだったら。
で死んだ時に瞬時に現局面にリスポーンできるのか、あるいはちょっとそれにペナルティを課すというかね。ね、どうなんだろうね。悩ましいね、それはね。まあ、だからこんなの本当に後の最後の方の話よね。なんでかって言ったら、その次の一手で全然、まあ、見当違いというか、そう進まない手を読みやすい人はペナルティを課していくかっていう話だよね、これもね。なんかこの二つって本当に個人の能力をどれぐらいシステムに入れるかっていう話になってくるから、まあ備忘録としてこんなことも今日考えたわっていうことで、いいわね。まとめはそんな感じ。おしまい。終了。お昼ご飯食べるわよ。おしまいにするわよ。バイバイ。みんなもちゃんとお昼ご飯食べないとお腹ペコペコになって死んじゃうから気をつけてね。アリさんと一緒だよ。じゃあねー。バイバイ。